寿司屋の土屋の愛席いいすか。この番組は新しい技術で街づくりをより良く進めるスマートシティ、略して寿司の取り組みを全国さまざまな事例を参照しながら、それぞれの地域でどんなことができるかについて考える、そんなきっかけにしていく番組です。はい、今回も、書籍のご紹介です。学用書房というところからですね、発刊されている管理職のための自治体財政、財政を制する課長は仕事を制するということでですね、こちら、谷池浩二さんというですね、茨城県取手市で、財政課長をですねされている方でございます。でこの谷池さんですね、実は中小企業診断士も取られていてですね、で私ちょっとある研究会というか、いろんな機会でですね、ちょっとご一緒することがあってですね、非常に誠実でありながら、結構柔らかいところもあるですね、とても素晴らしい方なので、いつもちょっと非常に信頼感を置いているんですけども、この谷池さんがですね、もう本を出されたということで、管理職のための自治体財政ですね、自治体財政ということで、もう多くの、皆様にとってはそんなに、イメージないかもしれませんが、自治体の中の、皆様はやっぱりこの、各自治体ごとに、財政といいますか予算といいますか、そういったものがあって、さまざまな自治体として行う事業を、その財政の範疇で行うというのが、当たり前ですけどね、そういうことをやられていますけども、自治体の中にもこういう財政課という、いわゆる、お金をですね司るような、部門があって、他いろんな、原価というかですね、事業を、行う課があってですね、その町内では、その財政課の皆さん、限られた予算の中でどんなことをやるのかということを、各事業課の方々と、調整しながら毎年毎年、事業をやっているということで、非常に重要なポジションなんだろうなということは、想像にたやすいわけでございますと。で、この管理職、いわゆる課長級ですかね、事業の課の課長になると、その課の予算編成ですとか、執行に責任を持つことになりますと。で、それまでいわゆる課長補佐みたいな方々が、実際実事業をですね、進めていく方が何人かいる中で、その課長補佐の方々を全体としてまとめて、その課としての予算を取りまとめるみたいな、そういう責任があったりしますけども、この自治体の財政の仕組みをちょっとよくわかんないままですね、この課の予算を預かるみたいなことになると、やっぱりこれは結構不安を覚える方がいるのではないでしょうかということで、書かれた本であります。でこの予算を編成するところでは、その財政課の方と協議をして、予算を確保しないといけないし、でその議会ありますよね、その議会で、なんでこの予算にするんだとか、決算を見てですね、どうしてこうなったんだみたいなことで、こう議会のところで質問を受けることもありますから、そういったところの対応も、しないといけないし、で予算がですね、もともと予定していた分で足りないと、不足したらどうしたらいいのかみたいな、最近だと災害なんかもねあったりしますから、急に必要になるみたいな時にちょっとこれどうしたらいいのかみたいなこととか、やっぱり難しいことはやっぱりあるわけですと。はい。でそういういわゆる予算とか財政にですね、苦手意識があるような方々にも、簡単に理解をしていただくために、書かれた本で、2時間ですらすら読めてということでございますと。はい、本当に分かりやすいというかですね、予算編成、財政会計って、今更聞けないけど、なんか基本的なやり方っていうのは、大体、いろんな自治体ごとに、方針に基づいてやっているので、基本的なことは、大体同じですという、この基本的なことですとか、ざっくり、わかる財政のことですとか、その自分たちの町の財政、お金がないみたいな話がよく口として出てくるけど、そのお金がないっていうのは一体どういう、意味なのかということですとか、でこの予算編成は、どういうルールでやられているのかですとか、その困った場面にどうするか、
ということなどなどですね。あとは最後の面白いのは NG フレーズ、外の、いわゆる場外の方に対してですね、これは言っちゃいかんよみたいな、そういうことに気をつけてねみたいな話もあってですね、なんかこう全体をがっつざっくり掴むためにすごくわかりやすい、書かれているなということでですね、いやなんかこういやすごいなというふうに思います。でこれ大事なのはですね、この事業を行う葛藤財政化はですね、いるものはいる、ない袖は触れないみたいな、そういう水掛け論から脱却してですね、この相互理解をした上で合意形成をしていく、そういうステップを踏んでいくという努力をしていくべきじゃないかというような思いがあるということですね。で皆さんね、その地域がより良くなってほしいという思いはきっと一緒でしょうから、その目指すべき方向に向けて、一丸となって進んでいくための、第一歩になればということで、書かれているということでございます。ね、大事なのは、その職員の皆さんがですね、互いに腹を割って、町の未来を話し合える場を作っていくという、そういうきっかけになればということで、本当にちょっとこう目指すところというかですね、すごく重要なことをおっしゃっているなというふうに思いました。で私もそう自治体の中でちょっと仕事したということもないので、そういう財政の方々が、どういうこう専門用語を使っているのかですとか、なんかどういう一定感で考えているかですとか、なんかどういうことを重視されているとかとですね、ちょっとそういったことも漏れ聞こえてくるようなことなんかもいろいろあったりですとかしますので、ちょっとじゃあどういうふうにこう財政の方とですね、事業、特にスマートシティみたいな事業がですね、ふわっとしていたりですとか、これなんかどういう意味がみたいなのをちょっと町内で説明するの大変だみたいなお話もよく聞くものですから、なんかどうするとこう、うまくこうなんて言うんでしょうね、実際の中町内で説明がつくのかみたいなことはですね、やっぱり寄り添いながら考えていければなというふうに思っていたところなので、はい、ちょっと谷口さんのこの本をですね、大変参考にさせていただきまして、多くの地域でですね、スマートシティ、むやみになんか新しいものをね導入すればスマートシティかといったらそんなことは全くないので、より良い街になっていくために、新しいやり方方法をですね、試していこうということが大事だと思っていますので、そういう新しいものをね入れるときっていうのはやっぱりどうしてもちょっとこう前例がないとかですねありがちなんですよ。で他の地域でやっているのを紹介なんかもするんですけども、本当にその町にとってどういう効果があるのかみたいなことも意識しながら紹介をしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで今日は本の紹介、管理職のための自治体財政という本でした。ぜひいわゆる自治体の行政の皆さんですね、ちょっと興味ありましたら手に取っていただけたらと思います。